今日もありがとうございました。ありがとうございました。口に物を入れてすみません。美味しいんですよこれ。はい、わかりますよ。これが赤ならこれがピンクだなってわかりますけどね。そうですね、比べてみればわかると、わかると思いますね、うん、こんな感じで、うん、でまあ赤とピンクです、うん、でこの赤いのがですね、これがユスラ梅ってやつなんですよ。はい、そうなんです。これ今日スタジオで可愛らしい私たち食べていました。僕の小指の爪、小指の、ね、先ぐらいの大きさかなっていうね、こんな感じなんですけど、可愛いでしょ僕の小指の爪。そっち置いといてこのユスラ梅ってこれがね、ちっちゃな粒で味はさくらんぼチック、酸味があって、そうですね、ちょっと粒によって渋みもあるんですけど、甘くて美味しいですよね、うん、こんなちっちゃな種があって、はい、これが今ね食べ頃になってるらしいんですよ。旬の味でね、楽しんでいただければと思います。ぜひぜひ。大山高寛園さんでございます。いやー、今日はねたくさんいただきました。そうですね、結局メールがなかなか読めずでしたけどね、うん、なんかあれですね、いろんなこだわりがあって面白いですね。ねえ、うん、チェーンソーはなかなか、チェーンソーはなかなかでしたね。あと番組の AD やっているスミッチはね、楽器ギターです、ね、ああなるほどね、確かに楽器もそうですよね。そうですね、なんかあなたのこだわりもきっとねあるんじゃないかなと思うんですけど、ね、私の自転車とかゴルフクラブとかちょっと甘かったな。そうです、だいぶ甘かったですね、うん、まだまだ腕がたくさんいらっしゃいましたね。まあミリちゃんこの先人生長いですから、はい、この先ずっと長く続けてください、ね、私はあとちょっとだと思いますので。そんなこと言わないでください何の話をしてんねんって話ですがゆすら梅食べて元気で頑張ります、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。